そしてその声ラビットホールというね、歌ってみたを坂又と一緒に歌ってわせていただいたんですけど、投稿したんですけど、これちょっとブロックされてもうてんやわんやしたの、これ。そう、ほぼっていうか丸一日ちょっと非公開でもなく消えてたんで、ちょっと存在をね知らない人もいるかもしれないんですが、あげてます。はい。でね、これね、このラビットホールって曲って結構セクシーめの曲なんですけれども、この曲をね、もともとはミクちゃんが歌ってるんですよ。初音ミク。この、ラビットホールの、歌ってみたの、なんていうの?この、あれ、なんていうの?構図は、実は、カナタソが指定させていただいてて、ちょっと僕のさ、もうありえないぐらいさ、なんだよこれみたいな、ラフからこうなってるっていうのをみんなに見せたいな。ラフ書いたんすよ、僕。ちょっと待って、どっかにあるから。どっかにある。なんかこの、ハートをお互いの手で作るって、可愛くね?と思ってさ。ラビットホール。ハートをお互いの手で作る。で、どうしても坂又のおっぱいを見せたい。まあ、カナタソも見せたいんですけど、まあ、どうしても坂又のおっぱいを見せたい。とか、すごいこだわって。あと、髪型も、両方、うさちゃん。ツイッテールでうさちゃんでもいいんだけど、これさ、あえてカナタソ、坂又ってポニーテールがあるじゃん。ポニーテールの髪型あるじゃん。あえて、逆、行ってみるかみたいな。ツインテカナダソ、あえて、違う、ツインテ坂本、あえてポニーテカナダソ、ありじゃないかみたいな。そうなんですよ。超ラフだけどいい?みんな。ほんとにめっちゃラフだからね。こうして、こうして。はい。こんな感じで、表示しました。こんな感じ、ありじゃねみたいな。ラフを書いて、渡しました。はい、渡しました。ちなみにこの、指でハート作って、この二人の指のハートの部分は、僕の、公式の、あれだった気がする。指ハートから撮った気がする。はい。まあ、わかりやすいのではないでしょうか。こんな感じで。カナタソ、絵はマジで苦手なんで、とりあえず伝わればいいと思って。こんな感じかな。あ、この素晴らしいね。エロい感じになりました。あ、やばい、カナタソ、今、ロゴを置いただけなのがバレてまう。はい。ラフ画像配布、嫌だよ!絶対嫌!絶対嫌!今だって、やっぱりプロのイラストレーターさんってすげえなっていう、あれだからね。なんかこういうラフとか見る機会ないじゃん?おもろいかなみたいな感じで、もうちょっと勘弁してくださいよ、ほんとに。